トラブルが、あ、トラブルが、はい、かごはい、かごされました。そうなんですか。カメラが分かってらっしゃる。分かってる。やります。まあでもちょっと真面目な方がいいんじゃない。ちょ、いや、ちょっと真面目にやりましょう。あ、真面目がいい、はい、そうです。おちゃらけずにちょっとやっぱりショップさんの紹介なんで、おふざけなしでちょっと行きましょうか、はい、真面目にやりましょう。はいはい、ということでこちらですね、じゃがいも農家さんが作られた、じゃがいもの苗でございます。それではね、早速こちらに味付けをしてまいりたいと思います。シャッ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 じゃがいもに味付けを。何だから何？いやだからじゃがいもに味付けをしてた。いや今さっき真面目にって言ってた。真面目にやるって言ってた気がする。あそっか。真面目にやりましょうって言ったんだ。うわ、早めの塩コショウやっちゃってた。すいません。申し訳ないです。すいません。あ、もう一回。あ、そうですね。もう一回。もう一回。真剣にやりましょう。はい。すいません。はい。真剣にやりましょう。います。こんにちは。ゼロ丸です。はい。今回はですね、なんと、大気圏に来ております。いや、やっぱ空気がすごいですね、やっぱり。大気圏の、何してでしたっけ？いやいやいや、だから、だから何？え？何言ってるの？いや、だから大気圏の、なんて呼ぶんですか？ここま市？ん？小牧市です。小牧市。そうですね。だから大気圏の小牧市に来ております。大気圏だけど。え？大気圏だけど。そうですよ、大気圏ですよね。大気圏だけど？はい。え？大気圏だけど？あ！うわ！そっか、間違えちゃった。ああ、また間違えちゃった。ごめんなさい。愛知県でした。申し訳ありません。愛知県でした。愛知県が今週のギャグ、今週のギャグ、はい、ギャグだった、はい、これで一本で、これ一本、これどうだかな、はい、今の、はい、ありがとうございます。普通に行きますね。普通に行きましょう、はい、普通に行きます。はい、こんにちは、ゼロ丸です。今回はですね、愛知県の小牧市に来ております。なんとですね、ショップ風さんに来させていただきました。今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、ショップ風さんのお三方に、来ていただきました。主に何を取り扱ってらっしゃるショップになるんでしょうか。主にですね、ふもふの可愛い子がメインでして、もふもふの用品とかが何でも揃うお店になっております。もう見るからにね、たくさんの商品が並んでおりますけども、はい、早速中見ていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。うわー、かわいい。いいんですか。長い。ごめん、落ち方が、落ち方がごめん、合ってるのか分かんない。尻尾よって乗ると。手がね、しっかり、なんていうの、クレスの手みたいな。そう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 。うん、はい。ペタッペタッとして。あらら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 。黄色。コラボしてる。あ、もう潜っちゃった。可愛いじゃん。可愛い。目合わせないようにしてるとか。言っちゃダメだと思ってる。はい。あ、あ、しまった。かわいい。ちなみにあのうちの商品です。あ、これも、はい、窓が見えるお出かけ人気商品でございます。そうですよね。しかもなんかあの全部開いて引きがぺったくなるんですよ。洗いやすいっていう。こういうことです。はい。ジャボジャボって洗って干せるっていう。そっか。結構しっかりしてた。ということでね、早速可愛いショウガラゴを見せていただきましたけども、すごいたくさんのグッズが並んでおりますけども、ちょっと一つずつ見ていきましょうか。ロゼリーとかも置いてあるからね。これはでも昆虫用ですよね。昆虫用ですね。うんうん、ただ、小動物にも使えます。え、そうなんですか？食べるんですか？モグラちゃんとかにもうちはあげてて。まあこれ栄養価高いですもんね。そうですね。すごいですよ。ずらっとこちらも餌が並んでおりますけども、この辺はどういった商品になりますか？こちらはあの、厳選のウマウマシリーズなんですけれども、オリジナルご飯になってて、チンチラちゃんとかモルモットちゃんとか、まあ、我が子たちのご飯っていうのを取り揃えております。オリジナルってことはもうここでしか売ってない。そうですね、はい、サイズもいろいろあって。そうです。綺麗にパッキングされてますよ、これも、はい、これがオリジナルブレンドのインコのご飯。さすがあのインコちゃんが好きすぎるがゆえに作り出した商品になります、はい、なるほど。アマゾンでバカ売れしてます。アマゾンでバカ売れしてるんですか、はい、ネットでも売ってらっしゃる。あ、ネットで売ってます、はい。じゃあ全国の皆さん買えるということで、すごいですね。すごいですよ。ここら辺にもずらっと、これはポケットですか。はい、これはモモンガちゃんのポーチとかになるんですけれども、うちあの障害者の施設をやってて、利用者さんが作ってるんです。作業所的な。作業所の方が1個作ってくれてて、手紙で、手紙なんですよ、1個ずつ。すごい、見てください、こんな丁寧に。これ
手編みだと思う？だって最初見た時に思わないですよね。しかもね、いろんな色があって、はい、そうですね、すごいですよ。大きさも、大きさも違うんですか？はい、これ一匹乗って、こっちだと親子で入れたりとか、あ、本当だ、微妙にサイズが違う、はい、これね、2匹入るんですか？でも入ります。へえ、じゃあまあこうキュッとして、そうです、キュッと一緒に入る、ちょうどいいサイズなわけですね、はい、かわいい、もう想像しただけでかわいいもん。はい、ということで一つ一つね、気になる商品がずらっと並んでますけども、うん、この辺がなんかまた違った商品が並んでますけども、今日こちらが多分フーといえばピンクとブルーの可愛い陶器セットっていうのが人気をいただいておりまして、この淡い感じでね、合いますよね、小動物にね、もうだからこう隠れ家だったり、そうそう、つまみ場かな、餌皿、これは金具がついてることによって蹴れるのでこぼれないっていう、そして木じゃないので壊れにくいというか崩れにくいっていうので人気でございます、うん、木であるとかじっちゃうんだ。みんなかじっちゃう子ばっかりなんですそうか、そこお仕事みたいなもん、あ、お仕事みたいな感じなんですね、はい、なるほど、すごいですよ、ありがとうございました、はい、ちょっと次に行きましょうかね、はい、これちょっと、いやいやいや、はい、じゃあ大きすぎるんだよ、次に行きましょう。ええ、大きすぎる、そこじゃねえだろバレるバレる、あ、そっちなんだ、バレなきゃいいんだ妊婦なのかいや違う違う、ツッコミどころが違うのよ、みんなツッコミどころが違うのよはい、ということでこの辺もまた柔らかい、はい、毛布みたいな、お家ですね、お家、はい、すごいですね、なんかもうここまで来ると本当になんかレイアウトっていうよりなんかこう家具を選ぶ気持ちになりますね、部屋の一つのインテリアをこう選んでいくような、ね、我が子のために皆さん多分お家を可愛く飾っていただいている感じです。伝わりますよね、小動物にもね、ちょっとこれ見えてきましたよ、普通だけじゃなくてやっぱり生き物もいますよ。こちらはどういった生き物になりますでしょうか。ミーアキャットちゃんになります。知ってました、はい、はいはい、実はね、僕もずっと飼いたいなと思ってるこの一匹なんですよ ね、 す、 ねすごい元気ですよ、見てください、あ、うわー元気ー、鼻になんかついてますね、まあでも、まあ、それも可愛い、ね、まあ、それもまた愛嬌で、うん、もうちょっと大きくなりますよね、結構そうですね、あ、まだあの赤ちゃんなので、すごいよな、これなんとも言えないフォルムと顔と体の比率、うん、完璧だよね、うん、で、こうなんかこう手を使うじゃないですか、そうですね、それがこうなんか人間の赤ちゃんっぽいっていうか、お性本能くすぐられますよね早くこの子は何になりますか。チャルベルトちゃんになります。女の子になります。つぶらな瞳でかわいいんですよ、かわいい、しかもすごく甘えん坊さんでして、そうなんですか、はい、カメラが分かってらっしゃる、分かってる、すごい、ちゃんとね寄ってきましたもんね、今こっちにね、もう一回来て、めちゃくちゃ可愛いじゃん、すごい、かわいすぎるどんだけお値大きなのすごい、こんな落ち着いてるもん、ねえ、ね、じゃあよかった、いいんですか、はい、怖っ軽い、めちゃめちゃ軽い、やっぱ毛なんだね、ほぼ、あ、そうなんだ、うん、抱っこすると分かるってこと、っていうか軽いもんだって思った以上に、あ、そういうことか、うん、かわいいね、で、ふさふさです、なんかさ、見た目さ、固めの毛っぽいじゃん、違う、全然ふわふわ、そうなんだ、うん、一匹一匹が本当にかわいいよね、うん、見てきましたけども、全然まだなんですよね、はい、まだまだ、うちといえばこちらですよ、全然いました、チンチラちゃんです、ね、チンチラちゃんですチンチラのお店といえば紹介していただくと嬉しいなという、なるほど、チンチラチンチラチンチラ、はい、チンチラだ、もう常時10匹以上とかそれ以上チンチラちゃんいるので、なんか結構色が違ったりとか、そうですね、自然界にはグレーというお色しかいないんですけども、うんうん、好きなカラーというかそれぞれの好みによってお色を選ぶこと、あ、出てきた出てきた、うわー出てきました、モフモフすぎるでしょ、かわいい、このさ鼻のこの感じ、うん、おおあー来てった、大丈夫かな、おお、あ、ほらほらほら、もうほぼ毛こうほって乗せておいてもらうと意外にこうか、はい、こうか、あ、落ち着いた、落ち着いた、はい、うん、自分で乗ってられるので、なるほど、ちょっと怖いけどね、大丈夫かな、大丈夫です、多分あの分かってるんで、僕撫で型だけど大丈夫そう大丈夫そう、大丈夫そう、大丈夫そうです、あ、大丈夫そうですか、1メートルぐらいの高さからは全然あの落ちても平気なんで、いやいや、僕1メートル60センチありますけど、
多分あんま変わらない。おい大事なのよ。そんな60センチ誤差だって。チビからしたら大事なんだけどな。でもすごいですね。人間からすればマンションから俺飛び降りるぐらいの高さですもんね。そっか、ちょっと不安になるけど本人にとっては大丈夫なんだ。全然高いところが怖いとかはないんですね。あまりないですね。そっか、こうやって使ってますからね。そうです、ハンモック使ってくれてます。ねえ、これ楽しいよね。使ってもらえるの嬉しいよね。買ってきたものをさ、チンチラ以外にもちょこちょこね、ちゃんと、はい、あ、そうです、ウサギちゃんも。ウサギちゃん、これはネザーランドドワーフのオレンジ、はい、ネザーランドドワーフっていうのが種類ですか？そうですね、ウサギちゃんの中では一番ちっちゃい種類。あ、そうなの。これは赤ちゃんでは、まだ赤ちゃんはね、1キロぐらいにはなりますけれども。でも小さいよね、確かに。あららら、ちっちゃいわ、これはちっちゃい、わかる。ほんとちっちゃい。これだってもっと全然大きくなりますよね。はい。うわー、これで人間でいうと何歳ぐらいですか？半ぐらいなので、人間でも一切なってないぐらいの。じゃあ本当にこの頃から飼ったら、まあ絆は深くなるというか。あ、そうですね、母さんだと思ってそうか、ありがとうございます。兄弟喧嘩してます。兄弟喧嘩。この子は何ですか？あ、デグーか。デグーです。あ、兄弟です。兄弟。はい、そうか、それは喧嘩もするわな、はい、多分隣に女の子がいるのでっていうのがちょっと、あらららららら、意識してんのかい。意識してるかもですね。デグーちゃんの可愛さを広めるためにいます。違う子も、なんなのすごい。あー、可愛い。このさ、本当に気持ちよさそうな顔だもんね。カキカキ。ああ、下に。あ、遊んでる。遊んでる。なんか、ちょっとトラブルが。トラブルが。あれ。なんか、逃走してますけども。遊ばしておきましょうか。はい。事件。あれがアンゴラ。アンゴラ。毛がすごく長い子なんですね。はい。お値段は可愛くない。なるほど。はい。お、あ、すごい、アリちゃんが捕まえてくれました。いやー、かわいい。はい、確保。はい、確保。はい、確保されました。はい、砂浴び。砂浴びっていうのはこれどういう？これはその、ちちらちゃんお風呂に入れないので。あ、水に入るのか。あれなので、1回以上はさせてあげないで。砂浴びをすることで汚れとか取れるので。水に濡れたとしても素直をして顔を出すっていう。さあどうだ。浴びて。浴びてくれ。浴びないね。ひょっこり。それはそれで可愛いけど。出てきました。この子はチンチラのバイオレット。はい。もういった。砂浴び。事件です。事件です。これも事件。これも事件です。いや。警戒している。なんか入れて。つまみしてもらってもいいかな。ミーヤちゃんを先に触っちゃったんで。ミーヤちゃんも触ってるし。はい。あ、多分そういうことか。それがあるかもしれない。嫌なのかもしれない。そうなので、基本的に部屋も別々にしてる。あ、そういうことなんですね。はい、そういう理由で2つに分けてるんですね。はい、しばらく今もちょっと見ましょうか。はい。今入ったけどね。あ、出てきた。これは人がやったら汚れてるけどね、むしろ。チンチラは綺麗になるんですね。なります。このふわふわの毛も砂浴びをしないと維持できないので。このベタベタ。すごい細かく肺みたいな。はいはいはい。砂なんですよ。だから毛の奥までちゃんと届くというか。そういうことですね。油分が汚れを取る。なるほどね。こっち何でしたっけ？こちらの国内のメーカーの。あ、なるほど。はい。食風さん以外のメーカーさんの。そうですね。うちがこれはいいよっていうおすすめのものをチョイスさせてもらって、はい、ラインナップしてるので、うちの商品とこちらの商品組み合わせてもらって、こう、一個のレイアウトにしていただくことができるっていう感じ。こちらは何ですか？オーガニックで育てた。食風さんで繁殖させた餌ってことですか？はい。コオロギとティビアも。ております、うんうん、生き餌が買えるってことなんですね、はい、おすごい。爬虫類飼育者も全然これますよね。へえ、そうなんだ。はい、ということで、はい、ショップ風さんの部屋は大体こんな感じでしょうか、はい、そうです。はい、ありがとうございます。大体当然何匹ぐらい取り扱いされてらっしゃる？そうですね、チンチラちゃんはもう10匹以上いまして、まあ、モルモットちゃんとかウサギちゃんも各3匹とか、フェレットちゃんだったり、ミーヤちゃんはと何匹かいるので、うんうん、いろんな生き物を販売されてらっしゃるということで、ブリードだったり販売に関して結構丁寧にメンテナンスされてるんですよね、はい、なんかやっぱり本人たちが住みやすい環境っていうのを、まあ、大前提
前提にさせてもらってるので可愛く綺麗にっていうところと、まあご飯たくさん出てるっていう、なるほどそこはすごく頑張っておりますっていうことなんですね、はい、丁寧に育てていらっしゃるペットが必ず見つかると思いますので、ぜひ皆さんもショップさん来てみてください、はい、ということで実はですね前編後編と今回の動画になっておりまして、後編では先ほどちょろっとお話ししていただきましたけども、作業所の方をちょっとメインに紹介させていただこうと思いますが、はいはい、とりあえず前編はここまでということになります。ご紹介ありがとうございました、はいはい、ありがとうございます、はい、ということで後編でお会いしましょう、はい、バイバイ。プレゼント企画がございます。ありがとうございます。あとは全然